大義を掲げ都洛陽へと攻め上がる。まさに世は乱世か。呂布殿、それでもやはりお父上に付き従われるか。俺は俺の部を世に知らしめるだけ。父も大義も知ったことではない。大義の天下、最強の部にこそ付き従うのだ。黄金の乱董卓は俺は俺の部を示すだけ。細かいこと、理覚に任せる。覚悟せい。そのもらい受ける。連合軍とは言っても、所詮は烏合の衆、下遊隊は艦を守備、残りで大将首を狙え。怖いな。この俺が書こうとよ、死にたくは来い。雑魚が吠えるか。
我らも遅れを取るな。Yeah!